ていきましょうか。バイオハザード アルフォマーク ということでね、はい、ターミネーターにしてみました、ルイスを。よタバコあるけ？あるわよ。ありがとう。アンバーはどこ？エロー！残念だ。これはいいのか？ターミネーターとビキニのお姉ちゃんの出会いですけど、大丈夫かなこれは。よくやったルイスってな。ポンペック感じはあるのか。そんなことしなくてもピョーンと飛び乗れるでしょうよ。いやーやっぱ見た目が体だけでもほぼなんかテンションが上がる。かっこいいよね RV 内で。エロいなこれ。約束でしょ。寄せてあげるっていうか。でもまあでもこのくらいの大きさがねこうあの絶妙にさこうあの下着で寄せられてない感じでさ谷間がうまく作られてないっていうところがいい感じね。ああいいっすね。分かった。さあ果たして今日のレオンとアシュリーは一体どんな格好なのかっていうのをねぜひねお楽しみいただけたらと。これはやばいね。意外とボリュームがそこまでめちゃくちゃ。アシュリーはでもたまらん。これでもギリアウトか。ちょうどついでもあることだし。喋。あ普通に喋ってるな。普通に喋ってたな。さあこんな感じでございますね。サングラスかけてるね。こちら HQ。服ボロボロやな。悪い知らせよ、はい、天候のせいでヘリが降下地点に近づけない。しばらく待機できる？プルプルやん。ここは危険すぎる。ここは脇毛すぎる。すげえ。悔しいわ。力になれなくて。これ大丈夫なのかな。気にするな。いざとなればはい連絡しますよ。また連絡する。まあ、あの一応ね、この服をあの脱がさないように、雨が降ってるから、一応、上にジャケットも着せてあげましたっていう感じですね。無事に帰ることだけ。いやー、ジャケットでパーカーか。ああ、うん、見えてんじゃん。そうね、え？そう、逃げない、逃げない、逃げない。逃げないで。これ濡れてるのとそうでないところの違いで、この色の違い。こんなにでかいの？これ、あれじゃん、もうやばいじゃん。7個目の数字じゃ収まらないくらいになっているかもしれないですよ。これなんかいろいろ、なんかもう雑だな。そしてこっちのジョーカーに関しては雑だな。ジョーカーという作品はなかなかの鬱になる感じの、いい具合の写真だった、動画でしたけどね。動画じゃない、映画だったけどね。あれ、あれ。よしよしよし。いや、たまらんな。まあ、これで、バンになったらもう、俺は YouTube 終わりです大丈夫かな。なんかね、まあ消せって言われたら消すっていう感じかな。1回目だったらまあ警告で済むんじゃなかろうかと思うけどね。もう一発でさ、そのさ乳首とか出しちゃったらもうさすがにアウトだと思うんだけどさ。ってことで依頼を、おお、なんか依頼あったんだっけ。いやー、いいよ、安心してくださいけど。違う、こっち、なんかいろいろベラベラ喋ってたけど、もう自分の声がうるさすぎて何を喋ってるのかっていうのが全くも聞こえなかったよねっていう話ですね。で、平成ドフラミンゴは、どんな物も大歓迎だぜ。あれ？ナイフを売りたいんだけど、ナイフどこだ？また、キッチンナイフ。で、まあ、玉ら辺はね、いっぱいあってもいいかなと思うから、ここら辺はいっぱいあって、こいつはいらない。で、こいつはくっつけておいた。で、救急スプレーも買ったから。で、あと、じゃあ、これはいらないね。こんなところかな。いつも来るなら、また来いよ。だろ？いつも来るならいいなって俺も思うよな。これさ、こっからアイテムボックスに送れる？あ、送れる？オッケー。送ることはできるんだよな。優しい仕様だよね。よし、じゃあ行けっしょうか。雨が降ってる。助けて。特にないかな。よし。ケイ。やっぱり、ね、アシュリーはやっぱね、もうね、おっぱいをパンティーはやっぱさらけ出さないと、もうそれでこそですよ、本当に。脱いだら本当にこうなるって感じだよね。さあ、果たしてここからいけるの？オッケー。で、もう一体はあっちゃ。ちょっと遠いか。無理か。いけるか？慎重に狙いを定めて。もうちょい。あっ、よし、オッケーじゃないね、あれ？よいしょ。あ、ダメだ。諦めよう。いたら結構鬱陶しいから先に始末しておきたいと思ったけど、ごちそうさまでーす。なんだよ、もう来てんじゃねえかを。だから、初めからこっち来てくれって言ったら、メレイ！オッケー。え、いる？違う？バレてんじゃん、初めから。
ぬぬ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 ぬあ、ちょ自分よりも若くて綺麗でおっぱいが大きいからって言ってさ、そんな発表しちゃダメですよ、おばあちゃん。おばあちゃーん、あ、ちょ我が生涯に一片の食いなし、読んだことないけど、なんかそんなこと言ってそうな格好してる。おめえもその松明はやめい、燃えるだろ。ほれ、落とせっちゅう。あーもうまた発狂してるよ。ほらよいしょ、あちょ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 、あ、なんだなんだなんだ、あいて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 、もうなんかもうカオスすぎる、カオスむちゃくちゃ。雨やられー、おめえかよ、頭からハゲって、頭からハゲって、日本語がよくわかんない。違うんだよ、俺が言いたかったのは、頭からあの触手プレイをしなさいよって。ありがとう。怪我だらけだろ、そんなもうね、ほぼ裸だったらよ。で、あいつはどうしたらいい。ずっとこっち見てるけど何にもしないでね、仲間が殺されていくところ、ただただ仲間でいくというなんかすごい不届き者な感じがするけど、あれ、あ、ちょっと待って、当たんねえな本当に。オッケー、燃えてー。にしてもなんかこの髪型若干ルイスっぽいんだよな。そして似合ってんだよな、なんかこの服装に。まあそれはそうだ、似合ってる衣装をやってるからなんだろうけどね。さて、こっちもえい、上にアイテムは特に落ちて、あって、そんなコンボありかよ、くそ、上から巨乳が降ってくるというのに。お立ち上がった時のプルンプルン、やばいな、重力って何って感じだよね。なんか一部だけもう無重力になってるもんね。上に左に右に下にって全部の方向に飛ぼうとしてる、素晴らしい。で、こっちでアイテムを拾って、セット、オッケー、ミュシュにしても、これもやばいよ。中途半端なんだよな、白塗りがね。それもまあいい感じになってるよね。じゃあ、なんか向く方向がむちゃくちゃになってる。出勤、じゃあ、よし、あん、なん、相変わらずのバグ散らかし。ストップンシーズンインザサーン。おいしい。あ、もうそんな格好してるからよ。雨とかじゃないんだよ。格好なんだよ。ストップンシーズンインザサー、あ、こっからは無理だね。じゃあ、しら。あう、あう。よし。うん。うなってるけど。嘘やん、ちょっと待って、それは気づいてなかったーって、やばい。あれ、そんな音したっけか。まあいいや、ブッシュー、随分と荒れた音してんな。ジュワン。そろそろ宝物売って、なんか、アイテム改造してってもいいけど。違う。組み合わせ、これは3色の方がいいのかな ?3 色目も、あ、ちょっと待ってよ。あ、でも、これ、風に久々すぎて。1.3 と、同じの入れ替えても仕方がないよ。こうで、あ、1点、あ、やっぱトリオの方がいいんだね。オッケー。で、こいつは2つ。ほい。OK。で、これは、確か色を揃えてた方が違う。良さが消えた。オッケー。で、こいつは、あーは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 ー上の方に何かあるのかな。何もなかった。何も。Maybe きっと朝まで。やけに静かだな。本当に？結構いろいろいると思うんだけどな。僕だけかな、そう思ってるの。銃声が聞こえたぞ。あれ？おかしいな。てらてらてって。バレてるー。あ、ちょ待って、ちょ。
お次嫌な予感するだよね。ああ起き上がってきた。あそういう式か。ああれだよね、じいさんやられたからさ、性欲の持っていく方が分かんなくなって首が折れてでも一発やりたいよっていうね人がね。女性でパツっていうのかねえ。いや別に詳しいことは、ね、誰も求めようとしてないです、ね、はい。でお金拾って、金がねえんだよとにかくな。意外と金がたまらんとするっていう、ね、あれない、あれ上の方に敵っていなかったっけ、いない。じゃあ、ちょっと待って。あバグってるよ。いいね。なんか肌逆になんかちょっともうあれだね、白すぎてやばいなって。ほんとにこんな体型いるの？やばくない？もう、ただひたすらボインじゃん。ね。で、しかもお尻もいい。顔も美人。金髪で短髪って。どこを悪口言ったらいいのかわかんない。いやーい、お前、おっぱいでかすぎ、ただの褒め言葉だ。そして、こっち行って、ヒュッと置けている。で、カチャッと。そうなんですよ。あ、でも、一回言っとくと、別におっぱいの大きい、小さいとかで、なんかね、価値が決まるうんぬんとかないっすよ。男のチンチンの大きい、小さいでさ、なんか価値が決まらないのと同じでさ、え、決まるんすか？それはちょっと、やばい。で、ほい。こっちから。オッケー。これっちの、あ、そうやね。こっちも破壊しとかないかね。オッケー。じゃあ両方破壊しといて。これちなみになんだけど、あ、そっか。やつ倒さなきゃいけないのか。隠れてる。隠れてくださ い。え？こんなところに？オッケー。うん。隠れてください。これあれだよな。おばばが、やるのはいいんだけど、なんだっけ。あー、もうなんかすごい無茶苦茶になってんな。お見苦しいところをお見せして大変恐縮でございます。じゃあ、ここ開けましょう。開けましょう。ギュイーン、ギュイーン。残念ながら敵は普通でございます。敵は普通モッドしかなかったです。普通はモッドじゃねえんだよ。マジかよー。これどっちが取るんだっけ？どっちがお兄さんか、どっちがお姉さんか分かんなかった。お兄さんとお姉さんでした。よほど大事なものらしいな。レディのおもてなしとは光栄だね。レディなしおめえだろ持ってんの。やばい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 。さよならさようならさようなら手をかましてね。でこっち行って正面から誰か来ない、全然来ない。よいしょ。じゃあ、くるっと折り返って。あれ？あいつらのんびりしてんなぁ。こんなにわかりやすいところ。おー、リルロリ目の前にいたよね。俺の方がのんびりしてたわ。俺の方が全然のんびりした。ごめん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 。許して。あー。よいしょ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 。そのまま寝てろ。よいしょ。オッケー。オッケー、オッケー。うわー、なんでやねん、今スペース押したでや、うえー。嘘やろ。そしてなぜお前わかっている、なぜ切り刻まれていることをご存知なんだ。嘘やん。え、ここでやられるってちょっとみじんこにも思ってへんかったな。くそ、誰がよく見たらちゃんと顔結構リアルなんだよな。そして右目と左目それぞれが合ってると本当に姉妹なんだな。くそー。今スペ、ああ、だからあれなんだな。でもキーボードの言うことは聞くんすよ。だからマウスの言うことは全く聞かないけど、キーボードの言うことは聞くはずだから、俺おかしいな。なんでだろうな。どうなってんのかな。まあいいや。まあ、やられ、はお前めっちゃ揺れてるやん。違う、なんで来たん。ちょっとそれはないっすよ。うっそー、マジかー。こんなことやったなー。こういうふうにおもてなしいただけるとはちょっと光栄なんだけど。
やばい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 。待って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 。あ、やばいやばい。これ完全に今、固まってますね。あ、よし、復活した。よし。ん？何してんの何してんの。ほい。よし、オッケー。え、キャーってキャーってキャーがキャーなのね。ほい。おー、バッキーン。倒れポン。なんでお前生きてんねん、普通に。おかしいやろ。おらら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 一本強いいよ。ララ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 生きてるー。あー、シュリのこと撃っちまったよ。でも一発で一発撃ってもちゃんと生きてるところが君成長したね。さすがです。さあ助けましょう。無事か。犯人はお前だ。お前がやったんだ。あ、やったクランク言わん。これ敵を倒さないで。いや、まだ入ってくるのか。ちゃんとノックしなさいよ。お邪魔しますって。容疑悪いぞ。これちなみに敵をぶちのめさなかったとしても普通にクランクで次いけるのかな。まあ、ちょっとやったことがないしやりたいんだけど、この操作性で今ちょっと残念ながらすることができないからもう諦めてんだけどね。だって普通に考えればできそうだけどね。ほんもあでもそうか、これあれ開けてこれ途中で話しちゃいますってなったら、あ、戻るのか。じゃあこの時間ずっとなんか敵を防ぐっていうのはなかなか厳しそうかもしれないですね。鬼ごっこしましょう、そうしましょう、ブーレレ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 ってとこだけど、開けましょうっと。ふー、重たいの。さあ行こっか。本当の鬼ごっこがこれから始まるね。伏線になってんだよな、この鬼ごっこが得意だろうって。じゃあかくれんぼか。かくれんぼ別に得意だってもな、探してもらえなくなって、いずれね、みんな帰っちゃって寂しい思いをするっていうことになるくらいだったら、ほい、キュッて、あ、ちょ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 、降り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 。さあ、巨乳ちゃんが降りてくるところを見たいんだよ。見たいんだよ。見たかったんだよ。おめえの、おめえのその志村けんはいいんだよ。ああ。よし、いい。ふん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 ぬらば、うんぬらば、ふん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 ぬらば。もうセーブしてる時点でちょっと怪しい。ちょ、ナイフが、ナイフが先っちょがねえんだよ。浮いてるっす。分かった。もはやナイフ浮いてるっす。ああ、セクハラです。完全なるセクハラです。ジュイジ。刺さっても、そんなものは、痛くないんです。さあ、急いで逃げよう。あ、ちょっと待って。おっぱいがでかすぎて太ももに刺さっとる。我らが清め。ってことは、ちょっとあれなんだな。やっぱりモッドだから持ってんだな。うん。そうしたら村の人たちも入ってこれなくなるけどいいのかな。なんか自分で自分の首絞めてる感じするけど、まあそれでいいんだったらさっさと逃げるけどさ。急げ。あ、ちょ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 、何してる何してる何してる。なんでそんな後ろバックしながら。バック？エロ？違う違うんで、とりあえずこれで落ち着いて、あ、もうこれ痛ぇなうそーん。連続パンチ。違う、ね、もう村長もはや関係ないの。まさかのまさかの雑魚にやられる。うっひゃー。これだからバイオってやめらんねえんだよな。楽しいねー。じゃあクッククッ、よっしゃ、行くか行くか。負けねえぞ、ほら負けねえぞ。ちょ、投げろってバカ、投げろや早く。なんで2個、ワッツ2個。ちょっともうさ、わけわかんないことで、あ、まあいいや、どうしようかな。あれ、ちょっと装備する。ちょっと待って、ショートカットに登録はされてるね。
あれ武器変わってくんない。はい、勝て。はい、爆発。オッケー。あー、やばい、上から降って落ちてきてる。あれ、アシュリー来てる。村長来てる。チュ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 。衣装普通に戻ってるね。普通に戻ってる。全然これこの角度やばいな。そして持ってないハンドが持ってた。まあムービーだから許してやる。やばい、ゲ抜けた。よし、急げ。よかった。ヒュー、問題ないね。よし、危なかった。完全に地面にめり込んどるから。貴様よくも逃げやがって、こっちくしょう。思ってこっちを見てるけどね。おめえの部下がちゃんと俺のこと始末したから許してやれよ。たまたま俺が主人公だったから生き返ってるだけでさ。パワーワードだ。主人公だから生き返る。まあでも、やつの狙いは君だ。やつを見たらとにかく逃げろ。はーい。俺は必ず食い止める。交渉する。ちょっと俺と踊りません。よー、ストレンジャー。よー、ウェルカム。ちょっとおみえさんのチューンナップが欲しくてな。また来いよ。あ、また来る。きっと。あれ、ちょっと待って。おい。あった。これしかない。本当にバイオ4なのに、あれだね。弾が結構かっつく。あれ？あ、こっちか。気をつけてー。てんててんてて。これちなみに、先に破壊して。しちゃうっていうのはありなのか。ドラム缶とか、あ、こっからさすがにドラム缶打てないになってるのか。まあ、あるんだろうけど、まあ、打てちゃうとね。ここ、あ、あ、違う、あれはあれか、使わない。うげー、きったね。行こ、ドゥン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 、どっから来たのよ、あんたっていう話だよ。あ、腰打った。刺してたナイフが胸元に刺さりっぴー。あのことしっぽりとやるために俺は今からおでくお前く我らが神に身を委ねるのだ。こんな大面白いキャラだったっけ。強引な布教活動だな。まあ、そうなんだよね。強引にさ、なんかその教えをね、こいなさいみたいなことを言うのはやっぱりね、よくないね。宗教、そういうところがあったりするからな。まあ最近はなくなったけどさ、すごい訪問できたりとかね、なんかあなたは神を信じますかとかって、もう一人暮らししてる時3回くらい来たことあるもんな。神を信じるのも俺が神だし。誰が現地くんの。さあ、生えてくるよ、借金。ドゥッ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 。感謝します。バケモンめ、気色悪い。今までで一番迫力あんじゃねえかよ。どうなってんねん。うおー、落ちてきたし。普通にもういい。どうなってんねんそれ。帽子つけてるし。ほんでほら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 、これ食らってんのか分かんない。罪深い。これちぎれたらどうなる。さあどうなるどうなるどうなる。フック伸びすぎやろ。どうなってんの。待って、わけわからん。え、どこ行った。コートそんな伸びるのね。足生えてるやないか。普通に足生えて持てますやん。ういうい、ういげー、いってー、己を呪えー、お前呪われてるー。いや、浮いてる、もはや浮いてる。どうなってんのそれ。え、もう、え、は、わけろ、わけわからん。ちょ、別にええねんけど、体力くらいどうでも。ちょ、汗から、ちょ、お前ちぎれたんちゃうんか、足。ほい、ほい、あばい、足ち、え、あ、終わったな、いけ。いや、だから足生えてる。普通に足生えてる。足2本になってるやん。足4本やん、そうなったら。ドゥフ。落ちたかど、あ、おな、ちょろっと出てきた。いや、おもろすぎるわ、これは。やばいな、破壊力。よっしゃー、バックドラフトー。いやー、これはまた、こっちの破壊力も半端ないな。大丈夫、全然崩れることないから。よし、OK。
よし、メンデスの祈願。お前の神とやらによろしくな。いや、これただ単にさ、あの、立ち尽くして酔っ払って、ほんで、お前、どうしたの？足あえて、二人おるやん、もう、じゃあ。二人に増えましたやん。村長は二人いた。あー、おもろ。これ、サラザールとかになったらどうなんやろな。くそおもろいやん。さすがモッツやな。お、帰ってまた何かあった？あ、あったあった。このあっちあっちじゃない。早く来て、危ないわ。これすぐ完全に腰折れてるもんな。いやー、おもろい。行くぜ、行く行く、ピョン。はい、ありがとう。よかった。これ腕燃えてたら終わりだもんね。ブルンブルンやな、ほんまに半端ないな。ここかな、サムネ。でもサムネポイントいっぱいある。ハートいっぱいあるもんな。ハートの谷間。じゃあ行こっか。なんかご褒美ないかな。ご褒美パクパクとかあったり。ああ、もうなんかに完全に見えなくなってるね。よし、じゃあ行こっか。じゃあついてきて。私はあんな風にならないよね。あ、大丈夫大丈夫。あんな急にさ、あの、なんか数が増えるみたいなことはありえへんから、ま、安心して。で、ね、ここであの、人、悶着あって終わったから、はぁ、安心して次行けるわーと思って、まさかの、あの、引っかかるみたいなこともね、ないからね。あの、ここは RE4 の優しさっすよね。よし、じゃあここ開けて。金目だー。よし、オッケー。よし。じゃあ最後にこう、プルン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 してるところを見ながら、終わりにしましょうか。はい。あ、いいね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 。そうやって、そう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 。あ、プルンプルン。本当に、なんかもう無重力。無重力！半端ね。オッケー、無重力。よしよし、いいね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 。よし。はい。じゃあね、無事ね、チャプター6かな。終了することができました。動画最後までね、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、次回パートもお楽しみいただけたら幸いの極みでございますということでね、先に進むしかなさそうだ。チャプター終わりになったら一旦終了としましょうか。はい。いや、楽しかったね。まさかのね、あの村長分裂するというね、オチになるとは思ってなかったんですけど、お楽しみいただけたでしょうか。ということで次回パートね、ぜひにチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお楽しみいただけたら幸いです。じゃあまたお会いしましょう。バイなら。